はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日はこちらですね、横浜にありますオークウッドスイーツ横浜さんをご紹介したいと思います。はい、で、お部屋までの様子とお部屋の中の様子ご覧いただくんですが、お部屋までの様子を今回は、最近みなとみらいにできましたロープウェイとこの建物の外観が撮れる場所から撮り始め、でレセプションが46階にあるんですが、46階が建物の外周といいますか外回りを、歩けまして、4つの角のポイントが結構眺望がね見れるようなスペースがあったので、レセプションを通過する前にホテルの建物のね46階をぐるっと回ってからレセプション通過をしたので、少しこう動画が、ね、長めになってますが、ちょっとねどんな景色が見えるのかもご覧いただけたらと思いますので、楽しみいただけたらと思います。はい、では早速お部屋までの様子とお部屋の中の様子ご覧ください。
はい、ではお部屋をご紹介したいと思います。まずお部屋の位置なんですが、こちらですね。ちょっと反射が変な感じですが、エレベーターからだとどうやって来たのかな、こうかなちょっと歩いたのかなって感じですけど、 これが階段で、エレベーターはどれだろう、この辺から来たような気がします。はい、こんな感じですね。で、入りますと、もうねリビングルームが見えまして、キッチンが見えてるんですが、キッチンの手前、こちらにまず電子レンジありますね。はい、なんかこうね、アパートメント型私見ちゃってますが、こんな感じで、冷蔵庫はこんな感じ、は空ですね。はい、まあ冷凍庫も下にあります。はい、で右側にクローゼットありますね。これはちょっと狭め、まあ下駄箱って感じかな、はい、という感じであります。こちらにはね、ハンガーとかはとりあえずないですね。はい、で、こちらキー挿すタイプですね。はい、で、ここ開けます。はい、木の香りがね結構しますね。はい、こんな形で、まあまあここはね入ってすぐのクローゼットって感じです。はい、でこちらがキッチンスペースですね。なんか開けていいのかなこれせっかくなんで開けましょうかね。まず、上に、食器系全部って感じですね。大きいお皿からグラスもすごい種類ありますね。はい、で、コーヒーカップもこんな感じ、マグカップいっぱいあります。はい、このいっぱいですね。はい、こんな感じです。だから使わないのにね、ちょっと開けるのに気が引けますが、ちょっと失礼しまして。で、こちらさらに大量のお皿とか、もうお茶碗ですかもうこれは、はい、とかもう本当にここでね住めますよね。はい、で、こちら包丁とかもねあります。凶器ですね。はい、これは出すのやめましょう、怖いんで。はい、で、シンクありまして、IH のキッチンありますね。でオーブントースター、なんかオーブントースターね、これはトースターですね。はい、もあったりします。はい、でここは開かない。下はボール、おお炊飯器ですかちょっとこれは面白いですね。炊飯器出てきました。はい、で、あとはこちら、あ、こちらは同じかな。はい、こう3つって感じですね。でここが食洗機ですかね。食洗機もあります。いや、もう何でもあるね。はい、でこちらはおナイフ、フォーク、しゃもじ、レンゲ、もういっぱいあります。はい、箸もたくさん、これすごいですね。で、フライパン、まあ、調理器具ですね。はい、いやすごい。でここは、まあ、ここはからでした。ということで具材さえ持ってくればね、料理もできますし、何でしょう、料理系の YouTube とかも撮れますかね、ここならっていう感じです。まあ、万全ですね。で、まあ、これがダイニング用のテーブルですかね。ご飯食べるとき用のテーブルありまして、こちらリビングスペース、あ、こっちにちょっとミニバーっぽいスペースですね。ネスプレッソのやつありまして、ケトルありまして、まあ、お茶ですね、緑茶、煎茶ですね、と紅茶、こんな感じであります。はい、まあまあ一通りありますかね。じゃあここは空っぽいかな。
はい、この辺は一応全部開けてみましょうかね。これは名前が出てこない、はい、あの下に引くやつ、はい、こんな感じ。ちょっとね、あのドアスレってありますよね。はい、こんな感じですね。まあまあいいですかね。はい、で、リビングスペースがこちらになります。空気清浄機ありまして、ソファーあり、まあ私の荷物が置いてありますが、絵はこれは機関車ですね。これはなんか横浜に関係あるのかな。ちょっと私が詳しくないので申し訳ないですが、はい、でテレビがあります。まあ本当になんかマンションっぽいですね。はい、で、バルコニーあるのでちょっと出てみます。で今日は、一応ね海が見えるんですけど、こんな感じで遠く海も見つつ、うおっと、まあ、横浜の元町のエリアかなが見えまして、でこちら右端に見えるのが、港未来なんで、桜木町の駅かなが見えます。多分晴れてれば富士山が見えるんじゃないかなっていう感じですね、方面的には。なんで、こっちは三浦半島でしたっけ、横須賀の方面に向いてるのかな今っていう感じがします。はい、こんな感じです。もうね爽快感あっていいんじゃないですかね。はい、でお部屋戻ってきました。こちらからお部屋取るとこんな感じで、まあ広いですね。はい、で、ベッドルーム行ってみたいと思います。でベッドルームはこんな感じ。まあコンパクトでベッドルームは寝るだけなんでね、これぐらいでいいかなと思います。はい、十分ですね。でテレビも大きくて、ここねデスクあるんですけど、まあちょっとここの幅短いんですけど、コンセントがね結構充実していまして、 USB2 つと通常のコンセントあるので、これはね、そこの幅が気にならなければ仕事もできるかなと思います。はい、でまあこちらはあんな感じ、まあ左右同じだと思いますので、こちらで検証します。はい、でベッド脇は USB が1つと、まあライトとかですね。であとリモコンはねこちら側にしかないかなと思いますが、ここは空かな、よいしょ、はい、空です。でまあここにね簡単な荷物置きも1個あったりします。でこちらにもう一つクローゼットありますので、ここはこっちが本格的な、ね、クローゼットっぽいかなって感じですが、金庫、ランドリー系のもの、ここは、まあ、これはデザインって感じですけど、なんかおしゃれ、なんか家具一つ一つもねこうシックというかシンプルでかっこいい感じかなと思いますね。はい、まあ、ここは最後の一つは多分空なので開けません。はい、で、サイドこっち側ですね、逆サイド、まあ、こちらにハンガーがモリモリですね。と、バスローブですね。バスローブは、まあ、ちょっと薄めのタオル生地で、タオル生地の中ではちょっと柔らかめの方に触れてるかなって感じがします。はい。それと、スリッパありますね。まあ、結構しっかりありますよね。はい。これは良いかなと思います。で、水回り、まあ、洗面台とかお風呂の方行きますが、あ、ここに、トイレがあるんですね。これちょっと変わってる。これは日本の方じゃないかな、デザインが。ここになかなか置かないですよね。はい、お手洗いここにありまして、洗面台こんな感じで、私映らないように鏡もかなり大きくて、間接照明もおしゃれかなと思います。でアメニティはここに一式あります。ブランドがねこんな感じ、黒くてかっこいい、ラ・ボッテガさんですね。ここちょっと映るかな。はい、こんな感じです。まあ、黒でね統一されててかっこいいんじゃないかなと思います。あとはバスタオルとかトイレットペーパーとかあり、ドライヤーはこちらパナソニックの、まあ、シンプルなやつですね、まあ、これはまあ宿泊の、ね、費用から考えればこんな感じかなって感じがしますが、あとは体重計はこの透明のかっこいいやつですね。あ、こっちに落ちちゃった。で、まあ、ここは何でもなかった、はい、っていう感じですかね。まあシンプルですよね。本当に高級マンションって感じがしますが、デザイン的にはシンプルでいいかなと。で、まあ、ここは着替えとかですかね、バスタオルとかを使ったやつ入れるかなと思います。とこれですね、はい、乾燥機付きかな、乾燥機付きのドラム式の洗濯機、ドラム式合ってますか、はい、こんな感じで、これね結構私もたまにあったら使ってるんですけど、便利ですよね、この子いいなと思います。はい、でお風呂はこんな感じです、まあ、シンプルですね。どうでしょう、深さは結構あります。これ、この動画で伝わってるかな、はい、結構深いんですよ。で、
長さは背が高い人だとちょっと狭いかもって感じですが、私は問題ないですね。はい、ということで、まあでもこんなもんかな。はい、特に狭くもないかもです。深さは結構ある方だと思います。はい、まあこの辺ね、木とかで木柄と言っていいのかわかんないですけど、結構おしゃれじゃないかなと思います。はい、では部屋戻ってきましょうか。このおトイレ、洗面台を通り過ぎまして、ベッドルームこんな感じ、まあいい感じかな。はい、でリビングルーム、ダイニングスペースとリビングって感じですかね。はい、なんか過ごしやすい、いい広さですよね。一人で過ごすには広すぎる。ご家族連れだと結構いい感じで、なんかこう都市のね、いいマンションに住んでるような気分を味わえて、まあ、ホテルとは、高級ホテルとはちょっと違う楽しみ方がある感じかなと思いますので、はい、そんな感じですかね。はい、ではちょっと立地とか、その他の印象とかのお話ししたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。失礼します。はい、よろしくお願いします。今日はこちらですね、横浜にありますオークウッドスイーツ横浜さんをご紹介したいと思います。はい、で、立地なんですが、こちらのホテルは桜木町駅から歩いて5分から10分ぐらいですかね。ちょっと景色とかをのんびり見てると10分ぐらい、ここに向かってまっすぐ真剣に歩いてくると大人の足で5分ぐらいっていう感じの距離感です。で、馬車道駅ですか、港未来線かな、馬車道駅から直通ということなので、まあ、立地は多分いいところですね。港未来の全体が見えるような場所で、元町のエリアとか、赤レンガとかね、観光地にも行きやすい場所にあるので、とても良いのではないかなと思います。はい、で、あとは、46階から51階ですねがホテルということで、なかなかね、こう横浜ではこの超高層階と言われるホテルはランドマークタワーのロイヤルパークホテルさんとこちらぐらいしか私は思いつかないですし、多分ないと思いますので、結構ね、こう高層階のホテル楽しいなっていう感じがしました。はい、で、あとこちらのホテルは、バルコニーがねあるので、46階ですけど、今回私が宿泊してるのは、嘘です私が宿泊してるのは今回49階ですね。49階なんですけど、49階のホテルでバルコニー、ベランダがあるホテルはここだけなんじゃないですか、もしかしたらっていう感じで、ないですよね。東京だと、虎ノ門ヒルズのアンダーズさん、リッツカールトンさん、パークハイアットさんぐらいですよね。45階を超えるホテルって、多分大阪ではアベノハルカスさんのマリオット都ですかねぐらいだと思うので、はい、ということで結構すごいかなと思います。はい、で、ちょっと先にキーいきましょうか。キーケースはね、まあ、このデザインで、キーは白地にこのオークウッドスイーツさんのマークということで、結構かわいいデザインで、ターコイズブルーといいますか、濃いエメラルドグリーンといいますか、結構かわいい色味かなと思います。はい、まあいいですよね。はい、で、まずホテルのね、方向性なんですけど、まあ、サービスアパートメントっていう感じですかね。なので、まあ、高級マンションにホテル機能がついているみたいな感じがいいのかなと、イメージとしてはいいのかなと思いますので、まあ、これはね、このコンセプトをご理解してきていただければ何も問題ないかなと思います。はい、で、お部屋はもう今日は、まあ、一人ではね、十分な広さで、まあ、高級マンションに本当に来てるっていう感じなので、これはこれでまたホテルのコンセプトとしていいのかなと思いますね。で、キッチンとかもありますので、ご家族連れで来たり、ちょっと長期滞在とかにも向いてると思うので、まあ、この辺はもしかしたらインバウンドを、ね、意識して、外国の方が来て長期滞在するようなホテルっていうことで、コンセプトとしては、まあ、メインターゲットとして作られてるのかなって気はするので、まあ、横浜がね、こうカジノに誘致したりとか、こう先を見越した投資だったりするのかなって気がしますが、まあ、こういうホテル、たまにね、東京とかでもありますが、これはこれでいいかなと思いますね。私が一人身なので、なんか使い方が難しいところですけど、ご家族連れの方とかは、ちょっとこう、気張らすぎずという感じで来れて、かつちょっと
洗練された空間という感じでいいのかなって気がしました。はい、で、その他なんですけど、そんな欠点とかないですか。価格はちょっとライブじゃないので言わないですけど、結構お安かったのでコスパはかなり良かったなっていうことと、レセプションの方々の対応はとても丁寧で、この辺はね、こう何でしょう、本当に超高級ホテルの入り口に、まあ、レジデンスみたいのにちょっとサービス機能がついてる感じで、こうホテルのレセプションというよりはマンションにコンシェルジュみたいな雰囲気ですかね。なので、これはこれでコンセプトに合ってるご対応いただけたんじゃないかなって気がするので、よかったです。はい。で、今日は、私の最近割と恒例になりがちな、鍵が1枚しかなくて、鍵をね、入れたままオートロック、買っちゃうみたいな、写真撮りに行った時に、あ、やはり鍵忘れたってなったんですけど、まあ、刺すタイプだったんでね、ちょっと油断してたっていうのもあるんですけど、中学生みたいなミスをしたんですけど、そういう時もね、ご対応しっかりいただけて、新しいキーは、すぐね、レセプションで作っていただけたりして、この辺も良かったかなと思います。はい。で、その他良いポイントは、この建物ですね、複合施設なので、1階、2階に商業施設が入ってるんですけど、飲食店がそれなりに入ってますので、和食、天ぷら、今ね、コロナでちょっと閉まってるお店もあったんですけど、中華とかスターバックスさんとかも入ってたので、結構便利ですね。私もスターバックスでキャラメルマキアートを買ってきてここで飲んでいたので、そういう使い方も良いかなと思いますし、ね、ホテルにも、ホテルのかな、レセプションの階に、ね、レストランもあるので、そちらでね、高層階の景色を眺めながら食べるのもいいかなと思いました。はい。それと、確か24時間だったと思うんですけど、フィットネスジムと、ラウンジですね、簡単なコーヒーとか紅茶がいただけるラウンジも確か24時間だったと思いますので、利用できるということで、ラウンジの人ちょっと写真も軽い動画も撮ってきたんで、どちらかここに載せようと思うんですけど、まあフードサービスがあるっていうようなラウンジじゃないんですけど、結構、まあ、雰囲気はそういうラウンジの雰囲気で、パソコン打ったり読書されてる方もちらほらいたりして、24時間使えるっていうのはね、結構いいんじゃないかなと思いますし、ジムもかなりしっかりしてたなっていう感じが見てしましたので、こちらもね、こう使うときは積極的にご利用いただけるといいのかなっていう気はします。はい。まあ、あとはお部屋に来るまでの間に見たこう景色を見ながらねっていうのが、夜ね、ちょっとお部屋から出て、そこでくるくるしたり、席もあるので、ちょっと飲み物なんかを、ね、飲んだりするのもいいんじゃないかなっていう気がしました。はい。そんな形ですかね。はい。なんか、今目の前にテレビがあるんですけど、スピーカーがかなりこだわってあったり、価格に対してかなり高級路線かなと思いましたので、コスパのいいホテルなのは間違いないかなと思いますね。まあ、あとは立地がいいのと、なんて言ったって新しくて綺麗なので良かったですね。はい。で、駐車場も施設内、複合施設もいいかの一緒の、ね、駐車場を利用することができるので、これもかなと思いましたね。車でも来やすい感じで良かったなと思います。はい。そんな形ですかね。私が今日はそれほどこうホテルでは作業で、超高級なホスピタリティとかを求めてない宿泊だったので、まあ、それに対しては不可というか過剰な贅沢だったかなって気がします。なので結構ね、価格も先ほども言いましたが落ち着いていて、コスパが高くて良かったなと思いますね。一人でこう来るときはこの部屋じゃなくていいので、もうワンルームもうマンションみたいに言っちゃってますけど、はい、35平米ぐらいのお部屋で十分贅沢でいいステイができるかなっていう気がしましたので、またね、泊まるときは候補になることもあるのかなっていう気がしました。はい。ということで、ちょっとね、今日はまあ、高級ホテルではないっていうのもありますけどね、コンパクトな説明になってしまいましたが、こちらですね、横浜みなとみらいのエリアですねにありますオークウッドスイーツ横浜さんをご紹介させていただきました。ちょっとね、一休さんのサイトとかで
登場してね、こうちょっと気になってたっていう方もいらっしゃると思うので、ご参考にしていただけたらなと思います。はい、では今日はこれで終わろうと思います。またよろしくお願いします。失礼します。